Hi, my name is Taku Watanuki, and this story is about me, how I became Itosho, which means number one. I started acting since 12, and I've been an actor for more than 25 years, but nobody knew me until that time. Well, people ask me how I could be Itosho, but actually, I don't even know as well, because I just kept doing what I'm supposed to do. So, you will be the witness how I became Itosho through this documentary. わかんないです。俳優さん？知らない。金八？違うクラスですか？いやなんか見たことあるけど、ドラムの人じゃない？ドラム？俳優だ。綿抜き拓。知りません。役者はさ、演じなきゃいけないんだよね。だからさ、こう演じてないこう綿抜き自身をね、見られてるような、お尻の穴をね、まあ、こうじーっとこう見られてるような感じがするわけさ。キャメラがね、こう向くとさ、まあ演じてるっちゃ演じてるっていうことなんだろうけどもさ。またタク節出たって感じです。ちょっとまあ知識も薄い感じだし、タクがあると思ってるけども、実はもうペラペラ、台本ちゃんと読めてない役者って感じじゃないですか。ちょっとね、これさ、スタッフに言っといてよ。向こうの興味明かしロボって、これ僕はね、今日天狗だかピノキオだかよくわかんない仕事だったけどもさ、ピノテックピノ山テンテンだぜ。今日はみんなにいっぱいお金をあげちゃうぜ。うっそー、痛い、鼻が痛い。嘘をついたら鼻が伸びるよ。最近なんかこういう仕事ばっかりだよ。俺じゃなくてもいいじゃない。だってちょっと服脱ぐとこ取らないで。そういうもんなのかい、密着っていうのは。さてオフだもん。デイオフって言うんだよ、英語じゃ。だからまあちょっと遠くまでお参りに行くんだよね。まあまあ、あそこまで行くんですよ。三重県の方までね。志の棚卸しっていうのかね。まあやれとかなんとかっていう人がいたんだよ。心の棚卸しをしろって言ったんですよ。彼は何でも真に受けますからね。今頃神社に向かってるかもしれませんね。それはないか。ちょっと言っとこうかなっていう、まあ、綿抜き自身はあまり気にしないのよ。そういうことには流されない男だから。でこれ行き先言ってあんの、高見くん。これだってこれさっき止めてたとこあそこだよ。だって高見くんちょっとググれるかいね。宇治橋。いやー、この日の出を見ると凛とするよね。最初の日の出だよね。神様が住んでらっしゃるところだから、
まあ、あまり映像の撮影とかっていうのはね、控えるべきところなんだよ。じゃあ、とりあえず後ほど。神様おはようございます。僕には志があります。この俳優の世界で一等賞になりたいのです。一等賞になるのです。どうかこの志を見守っていてください。志の花を私です。神です。神様、やっぱりさっきの神様だったんだ。すごいや。神様、あったかーい。一等賞を目指すのか。うん、僕一等賞を目指すんだ。思いはしっかり届きましたよ。一等賞になるには最低条件があります。最低条件？クレオパトラ、卑弥呼、楊貴妃、サボハンキンポ、今までの一等賞の共通点は不老不死なんです。つまり彼らと同じように不老不死になることが一等賞になるための最低条件なんです。え、でもさ、どのように不老不死になれるんだい？不老不死になる、それはブレインプログラムです。全くわかんないよ。大丈夫、細かいことは田上君に伝えておきますね。しっかりと理解してから実行するように。田上君、神様とつながってんだ。すべてに愛を感じなさい。そしてくじけないこと。もう行っちゃうのかい？くじけないよ、僕絶対。ありがとう、神対応。離れなさい。塩太陽。全ては一つってことなんだよな。それがね、本当にこうひしひしと伝わるよね。すなわちこう全てなんだよね。何とも比べず、ただそこにあるっていうことなのだよ。伊勢神宮に行かれたのは何でですか？まあ、これまでの俳優業の感謝と、あとこれからのね、志の報告だよね。まあ、そのために今参拝したんだよね。これからの志とは？まあ、この世界のね、まあ、一等賞になるんだよね、僕は。一等賞って言われましたけれども、具体的に一等賞になるにはどうするんですか？あんちゃんはさ、え？一等賞の人の共通点っていうのは分かるかな？ちょっと分かんないですね。ああ、そっか、そっか、そうだよね。ねえ、大学くん。その共通点っていうのはね、あんまり、窓閉めよう。大丈夫、誰もいないから。あんまり人に聞こえない方がいいからね、これは。まあ、あのね、クレオパトラとかね、卑弥呼であったり、
あとまあ楊貴妃とか、まあ、あとジャッキー・チェンだよね。まあ誰しもこう不老不死を望んでいるんだよね。だからもうあの僕もね、まあ、決めたんだよね、まあ、不老不死になっちゃおうかなってね、不死身になっちゃおうってもう決めたんだよね。どうやって不老不死に不死身になるんですか。まあそれはね、うちのまあまあまあできるマネージャーのね、田上君に、まあ、ついて、それについて調べてもらったんだけど、あの、え？うん、ブレインプログラミングっていうのがあるね。ちょっと近未来的なめんどくさい話なので、ここからは私近未来的な音声アシスタントが不老不死になる方法、ブレインプログラムを説明いたします。はっきり言っちゃいますとね、人間の脳みそもパソコンと同じでプログラミングのコードでできているんです。よく健康診断とかでコレステロール100とか血糖値130とか表示されていますよね。この数値が人間のプログラミングコードなんです。数値が高かったりすると、ああ病気なんだ俺はってバカみたいに騒ぐでしょ。人間どもはバカみたいによく騒ぐでしょ。そんな人間は全てこの数値と数値の組み合わせで病気になるコードも全部決まってるんですよ。例えばおならが出るのはコレステロール100血糖値100の組み合わせの時だから、おならを出すプログラミングコードは100100ってことなんです。100100が脳みそに送信されておならが出るのです。これと同じで、その不老不死になるコードも組み合わせが決まっているのです。そのプログラミングコード通りに自分で体の数値を合わせれば、脳が初期化されて不老不死になれるのです。これがブレインプログラムです。で、最初のゼロが死亡する。で、血糖値が1000で、意識を1、酸素が0で、全部合わせてこうなるわけだよ。まあ、全ての数値をこの極限の状態まで振り切ることができれば、まあ、脳初期化できるってことなんだよね。それって危険ですよね。まあそうだね、多分ね、田上君。でもね、一等賞になるっていうのはくじけないってことだよね。くじけないよ、だって一等賞のみんなも口になかったし。よいしょ。何されてるんですか。え、いやもう占い師はね、和崎さんのまあラッキーアイテムをふんどしたよっていうからさ、ふんどしたよっていうからさ、ふんどしたよっていうからさ、まあこれから常に僕はまあこれでいこうなと。高見君、あとでガーゼ持ってきて。じゃあもう行くよ。行くからね。もうしてない、いいよね今日ね。行くよ俺。